平成26年12月6日王子スタジアムにて X リーグディビジョン3ウエスト対ディビジョン2、2部3部の入れ替え戦が行われます。対戦カードは第1試合目愛知ゴールデンウィングズ対大阪ガスクリエイターズです。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。大阪ガスのキックオフ愛知のリターンで試合が開始します。右フランカーモーション左トリップス QB 左オプションフェイクそこからスクランブルフォーキグエイン左トリップス、ギブキープオプション持たせてキャリア10番約7ヤードゲイン QB 右リードオプションピッチキャリア3番オープン展開 QB 左リードオプションからキープタックルかいくぐる スイープ3番左オープンタックルをかいくぐり約9ヤード右リードオプションピッチキャリア3番しかしこれは愛知54番がロスタックル右オフタックルキャリア3番しかしこれは愛知6番がロスタックル QB ドロップバックしかしこれは愛知が QB サック大きくロス QB パス7番から86番へパス成功左リードオプション QB キープ7番大きく延伸ファーストダウン獲得ギブキープでキャリア10番セカンドエフォートで約6ヤードゲイン7番ドロップバックパスパス成功ギャンブル選択残り1ヤードQB キープキャリア7番そこから独走タッチダウン パス18番から88成功キャッチアンドラン大きく抜けるそのまま独走タッチダウン失敗大阪ガス6点止まり大阪ガス6点愛知7点 QB ドロップバックパス、ターゲット1番パス成功ファーストダウン左トリップスにシフト QB ドロップバック右に流れるそこからパスこれを大阪ガス22番がインターセプト大阪ガス陣40ヤード付近で攻守交代 QB 右ロールアウトパス、これを愛知17番がインターセプトターンオーバー攻守交代 QB ドロップバックパスターゲット88番パス成功大きくゲインファーストダウンパス18番ターゲット88パス成功 QB ドロップバックパスターゲット88パス成功ファーストダウンドロップバック18番
左へスクランブル、流れる、ここでボールを落とす、抑えるのはどちらか、ターンオーバー、愛知がボールを抑えました。愛知の攻撃権になります。2ダウン、時計を流します。前半終了、ハーフタイム。ここで前半終了です。愛知7点、大阪ガス6点。パス、18番から11番、パス成功、約5ヤード。 QB 右スプリント、そこからキープ、ファーストダウンをギリギリ獲得。18番ドロップバック、しかしこれを愛知が QB サック、タックラー54番。7番パス、パス成功、ターゲット1番、右ダブルフランカー、左オプションで QB がキープ、セカンドエフォートでファーストダウン、プレイアクション、7番右ロールアウト、そこからキープ、大きくエイン、ファーストダウン。 QB 右オフタックル、そこから大きくエイン、ファーストダウン獲得。ダイブプレイ、これはゲインできず、エンドゾーンの中でデッド、愛知の方がセーフティーを獲得、これにより愛知が2点獲得しました。愛知9点、大阪ガス6点。キャリア12番、ショットガンピストル、パス、7番から86番のパス成功、ファーストダウン。プレイアクション、7番から4番へのパス、タッチダウン。QB 左ロールアウト、パス、ターゲット88、パス成功、ファーストダウン。バック右、18番パス、ターゲット11番、パス成功、ファーストダウン。右スイープ3番、そこから、クイックパスを試みようとするが、これを愛知がインターセプト、ターンオーバー、インターセプトは24番。 QB キープ、ゲインはなし。ここで試合時間がなくなりました。愛知ゴールデンウィングス15点、大阪ガススカンクス6点。愛知ゴールデンウィングスの勝利、愛知ゴールデンウィングス2部昇格確定です。